セガがまた変なゲーム出してるぞー。レトロゲーを擬人化するとは。14位、クレイジータクシー、星1。健康的な見た目の、クレイジータクシーちゃんです。クレイジータクシーちゃんって、すごく長くて言いづらいですな。このゲーム、大体そんな感じです。13位、スペースハリアー、星1。七袋の魅力の、スペースハリアーちゃんです。ふむ、良い父ですな。お団子ヘアも可愛いです。12位、ダイナマイトデカ、星2。父は控えめながらも、ラフな服装が魅力のダイナマイトデカちゃんです。何か見えてしまわないかドキドキしますね。危なっかしさが魅力です。11位アルカノイド、星2。ツインテールが可愛いアルカノイドちゃんです。あら可愛い、ムチムチでいいですね。露出はなくてもアルカノイドちゃんのスケベさは伝わってきますな。10位バーチャファイター、星3。スケベなデカ父が魅力のバーチャファイターちゃんです。よし、バーチャ次回作にはこの子出しましょう。果たして次回作はあるのか。9位コラムス、星2。包帯風の衣装が危ういスケベさを醸し出すコラムスちゃんです。横乳とプリケツも良い感じですな。後ろのでかい羽のせいで後ろからプリケツが見えないのが残念です。8位ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド、星1。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッドちゃんは露出高めなのに小さい乳というギャップが魅力です。確かに露出高いですな。まあゾンビですから。7位コラムス、星1。衣装が独特なコラムスさんです。こちらは星1バージョンです。父の露出はすごいですな。父のスケベ度はかなりのものです。もう、ほぼ丸出しですな。星2バージョンのコラムスちゃんよりもスケベでした。レア度は低いがスケベ度は高いと。6位、ハングオン、星1。シンプルな服装のハングオンちゃんです。シンプルにパンツでいいですね。シンプルなプリケツが魅力なのです。5位、獣王旗、星1。野生味あふれる獣王旗ちゃんです。これは野生ですね。野生ゆえに露出も高いのです。小動物っぽい可愛さですな。4位、ファイティングバイパーズ、星2。衣装が可愛いファイティングバイパーズちゃんです。本編にもこんな衣装ありましたが。ハート型の衣装に目が行きがちですが、父もすごいです。上から見るとすごいですな。3位、バーチャルレーシング、星1。ストレートなロングヘアが魅力の、バーチャルレーシングちゃんです。あら可愛い。正統派な可愛さですね。そして、シンプル衣装のプリケツが魅力です。ハイレグ角度もなかなか際どいですな。顔に似合わず、攻めたハイレグ角度です。2位、アウトラン、星1。こちらも、攻めた衣装が魅力のアウトランちゃんです。攻めてますね。特に下半身が。もはや相撲の回しレベルです。これはすごい。1位、ゴールデンアックス、星1。ムチムチボディにドスケベ衣装の、ゴールデンアックスちゃんです。これは文句なしにドスケベですが、けしからんボディを見せつける、ゴールデンアックスちゃんなのでした。顔も可愛いですね。はい、というわけでエラーゲームリセットのスケベランキングでした。いかがだったでしょうか。名前からしてすごいゲームでしたね。ゲームタイトルとかレトロゲー擬人化とかセガが妄想するストーリーとかいろいろヤバいソシャゲでした。おかげでセルランはこけてるとかこけてないとか、セガは早すぎたんだ。モデリングはいいから頑張ってほしいですけどね。ゲームの雰囲気もゲーセンのゲームみたいで個人的には好きでした。結構いいんですけどね。ちなみに、レア度によって同じゲームでも見た目が変わるみたいですが、例えば星1だとしても、レア度は上げていけるタイプのゲームのようです。見た目が気に入ったら、星1でも育てればそこそこ使えるってことですが、低レアだから絶対死にキャラってわけでもなさそうです。それは良い仕様ですな。はい、というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。動画が面白かったら、高評価やフォローもよろしくです。ではでは。